こちらは一風変わったカラフルなソファー。生地は色とりどりのロープのようなものが集まってできています。実はこれ、ニットやジーンズなどの洋服なんです。不要になった衣類に付加価値をつけたアップサイクルと呼ばれる家具、その名もねじるファニチャーです。手掛けたのは福山市で店舗の内装などを手掛けるデザイン会社インクロッチェ代表の吉田幸雄さん。吉田さんは福山市沼隈町にある古民家をリノベーションした宿泊施設瀬戸内おもやの運営をしています。商業施設の装飾をメインにディスプレイのお仕事をしているんですが、捨てる予定だったものを生まれ変わらせてその装飾の中に使えることができたら素敵だなと思って。ねじるファニチャーの材料は不要になったシャツや T シャツなど、知り合いから無償で譲り受けています。洋服を束ね、アクリル製のカラフルな毛糸でぐるぐる巻きにしていきます。完成したたくさんのロープ状のものを接着剤でつなぎ合わせると、一人掛けのソファーやスツールなどいろいろな形が作れます。断捨離をしたりとか衣替えだとか、まあ、お子さんいるところだと大きくなって着れなくなっちゃったお洋服、なんか捨てるのもったいないけどまだ使えそうだなっていうものを、こう何か違う形に再利用というか活用できないかなって思ったのがきっかけですね。この日は一般の人が参加してワークショップが開かれました。吉田さんが講師となり、参加者は犬用のリードやスツールカバーなどを作りました。座り心地はどうですか？座り心地はとてもいいし、なんかいろんな思いが詰まった服がこうやってこう形になってまた新しく使われていくことがすごい素敵だなと。捨てるって簡単にできる行為だけど、それをもっと新しい、もっと素敵なものに生まれ変わらせるっていうアップサイクルがすごく私は素敵だなと。参加した人たちの評判も上々のようです。廃棄類とアートとデザインの力を掛け合わせた時の、まあ、化学反応がどれだけ起こるのかっていうのをちょっと試していきたいっていうのもありますし、まあ、自分たちが納得のいく形でこのねじるファニチャーっていうものを、まあ、一台一台手作りで作って世に出して、ゆくゆくはこう世界に羽ばたけていくといいなと思って。